でまあ、実質私たちに影響が出てくる来年6月ぐらいというふうに言われてますけれども折原、はい、さんいかがでしょうか一言で言うと言今回の対策は0点下手したらマイナス<点>何の効果もない金をどぶに捨てるようなものだと私は思って意味がないということですか、はい、意味がないどころか害悪を及ぼすと思います、ね、むしろ悪影響が出るはいでこれもうそ,のそもそも物価高対策っていうのでこれが 出てきたわけですよ、うんはいね、そこでねその所得を増やす、うん、まああの大した効果はないと思いますけれども基本的に所得を増やすっていうか減税をしたら需要が増えるわけですから需、はい、給が逼迫して物価は上がると、はい、何の効果もないだからもうまともな経済学者はみんな最初から言い続けてたんです「消費税下げろ」と。うんね 私は全敗を主張してるんですけれども、はい、あのバッと途中で止めてる人はですね食料品だけでも撤廃しろ例えば自民党の、うんえー、責任ある、えー、積極財政を推進する議員連盟なんかもそれを言ってるわけですよ、はいえー、で今9%ぐらい上がってるわけです食品の物価は応募、はい、8%減らせばほぼチャラになるんだから、うん、それが最も公平で 効果のの大きい対策なのはもう明らかなんですね、うん、ところがですねもう岸田総理自ら消費税は絶対下げないって断言してますけれどもな、えーうんでそうなっちゃったかっていうと、まあ、総理になってから財務官僚が朝から晩まで連日ご説明という布教活動をしてもう今はですね岸田総理は信者を通り越して 純競争のところまで上り詰めている。ほぼ競争ですね。<laughs> すかあはい、えー。だからもうこの財務心理教の最大の競技は消費税は無限に上げ続けるものだ。もうこれ100パーまで行くかもしれないっていうぐらいどんどん上げていくんです。<laughs> で、でちょっとでも下げるっていうのはその基本的な競技に反するわけですよね。な、うん、どんなに効果が高くても一切選択肢には入れない。 っはいまあ洗脳っていうかもう純競争ですからねもうばらまいてるも,うもうほんとメディアから有識者から、うん、もう最近財務省許しがたいと思ってるのはですね、うん、その子どもたち向けにうんこ税金ドリルっていう経典 <laughs> を分かりやすく漫画化したものを作って。はいうん でこれを子どもたちにバンバンく配って、うん、学校でで洗脳活動をしてるんですよん私はねこれは憲法の政教分離に反すると思うんですど。税金使って協典を配ってどうするんだって私は思いますけれども。うんうん、まあでも岸田さん今回 まあ基本的にもともとね財務省のポチだとかって言われていて実はそんなことないですってこうネットで言い返すぐらい結構気にしいだなって昔から思ってたんですけどやっぱ彼めちゃくちゃネットの声気にしてんだなと思ったのがネットですか今回の所得税減税って時限的だとでその次元的は基本的に1年だっていうのも鈴木さんが財務大臣が言っていてしかも今回定率か定額かでいうと定額の減税をやりますと。基本 4万円給付するような形なんですよね。はい、事実上。と、はい、いうことは、これ4万円の現金給付をワンショットでやるのと同じことをやってるんです。そうですね。にもかかわらず、シンプルな現金給付じゃなくて、次元的な所得税減税をやったこっちにしたっていうのはもう明確な理由があって、はい、やっぱ増税クソメガネって言われてるのは本当に嫌だから、<laughs> 多分減税を 休憩で良かったのに減税っていう方策でやったのは多分相当気にしてんじゃないかなとで最初僕冗談マジで言ってたんですけどどうやら本気で気にしてるっぽいと。 公平さんが言われたようにホワイト・森永が言ったようにブラックとホワイトって言わるん平さんが言われたようにやっぱり気にしてるってことは私も激しく同意するんですよじゃもそもそも気にするってのはどこがきっかけだったのかっていうとやはりね1週間前この間の日曜日に行われた衆参に補欠選挙なんですねでこれ高知徳島の5区で参院補選はですねまあこれはですね もともと前任、まあ、自民党の、えー、議員だった方が,が暴力事件を起こした、秘書に対する暴行事件を起こしたということで、うんえ、相当な反発を食らって、これを、ね、取るということはほぼ不可能だったんですよ、はい、いっぱい、えー、2選のうちいっぱいはこれまあ確実だったという状況、そして問題だったのは長崎4区だったんですよ、うん、で実は長崎4区というのは、これはね、岸田派の万頭閣である林をします外務大臣が、うん、まあこういう言い方を身内の過ぎでやったわけです。 岸田派すなわち宏池会丸が会の選挙だった宏池会の選挙なんだから負けるわけにはいかないっていう大号令をかけたんですね、はい、で金子洋造さんっていうね、えー、候補者、まあ、当選されましたけども、うん、この方が立ってこの人はお父さんおじいさんが、えーねうん、言うまでもなく国会議員でお父さんは岸田派の元農水大臣務めた方なんですね、うん、でこの方の、えー、まあ息子ということでまあサラブレッドですよ、はいね、3代目ということもあってでこの方を立てた というところなんだけどもところがですねやっぱり国民世論の反発がものすごいものだから、うん、え本来だったら落勝する横綱相撲をするはずだったにもかかわらず、えー、これで、ねまあ、言っていいのかどうなのかあれなんだけど1週間前投開票日の1週間前に自民党が内々情勢調査をやってみると3ポイント差まで詰め寄んですよ 野党の候補に3トイント差まで詰め寄られていて、うん、このままで勢いでいったらだって金子さんはどん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 、えー、支持率下がってくる野党候補上がってくるという状況でいくと追い抜かれちゃうよというところで、うん、焦りに焦りまくるわけ。でそういった中でねじゃ何が、えー、これ原因なのか。 考えてみるとやっぱりこれね岸田さん、えー、岸,田岸田総理にです、ね、問題があるやっぱり国民が求めてることをやろうっていうんで、はい、慌ててですね減税ってことを言い出した何にもしね、えー、だから、えー、なんていうの,あの準備もしていないね払わせもしてない猫もしてないっていう状況の中で減税だけやるみたいなところを言い出しちゃった全く準備不十分なんですよ。 でで全く準備不十分だから当然、ね、あの党内にも調整していない、うん、でだから私は、ね、あの自民党税調の幹部に自民党税調というと、まあ、泣く子も黙る自民党税調と言われていて、はい、本来だったらその税制に関して、まあ、これ政策面ですからね、うんえー、総理総裁がやっぱりリーダーシップ取れるところなんだけどそこだけはサンクチャリ正規になっているあ<ー>言ってみれば財務省の出先官なんです民地植民地。 ね、でここはですね激しく反発して官邸は勝手にものを進めすぎるっていう不満を いうわけですよ、はい、ねあこれ結構揉めてるな準備不足で、えー、何の、えーね、下準備もしてないなという状況が分かってきたから結局でどん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 押し戻されていくという状況になってしまうでさっき出た、えーね、積極財政議連責任ある積極財政推進する議員連盟は、ね、もうあらかじめですね、えー、真水で20兆円を求める、まあ、景気対策経済対策っていうレポートを出していて、うん、その中で消費税減税盛り込んでるんですよ。 彼らは何も岸田首相の足を引っ張るつもりじゃなくてね、その共同代表である中村さんが、弓地君を言ったように、はい、スルーパスなのよ、あとシュートするのを待ってただけ、うん、岸田さんに花をもたせようとしたの、そこで消費税減税ってシュートすれば、国民どうだったかな。